指揮官、よく聞いてください。作戦区域へ移動する途中、対空火器に攻撃されて輸送機が墜落しました。今爆発音を聞いたラプチャーが集まってきています。混乱しているとは思いますが、今から私を指揮してください。できますか？ラジャー、今から攻勢を開始します。絶対に頭を上げないでください。心配なさらないでください。私があなたをお守りします。何があっても。マリア、戦闘モードへ移行。エンカウンター。あれ、でもどうやって戦うんだろう。このゲーム、鉄ゲーというけれど、女の子のお尻をゆっくり眺められるほどのんびりできないんですよね。そうそう、序盤はまだしも、ステージの難易度が上がると敵の対処に追われてゆっくりできないんだよね。そういう時はオートモードを使えば眺めることはできますよ。女の子のお尻を堪能したい人はオートモードを試すべきですね。このゲーム、クローズドベータテストしか先行情報がないので、あまりゲーム内容の知識がわからないんだよね。リリースしたら女の子のお尻を見ながら裏で楽しもうと思うんだけど、いろいろ情報が多すぎて基本的なことすら整理できていないんだよ。チュートリアルではもちろん操作の説明が入るけど、次から次に新しい情報が出てきてこんがらがってしまいますよね。結局 CBD の時はよく理解せずに遊んでいました。リリースして遊ぶ時も絶対に同じことになる自信があるよ。基本操作の理解ができる気がしねえ。いや、2回目なんだからそこは頭をフル回転させて理解してください。でも確かに初見だと情報量が多く、戦闘もせかされてゆっくり理解できる暇がない印象でしたね。今回は自分用でもあるけど、チュートリアルで流れる基本内容をまとめるよ。基本内容をまとめながらこのゲームの魅力が伝わればと思います。プレイしたことのない人は予習として確認してもらうのもいいかもですね。プレイ時は流れるような速さで見落としてしまいそうな感じもしますから。何があってもお守りします。まずは基本操作。このゲームは縦画面で敵を撃つシューティングゲーム。スクロールしながら狙いを定める。ここは大丈夫。もう一つだけ。さあ、敵であるラプチャーはどんどん出てきますよ。一機ずつ倒していかないと。赤い攻撃信号が攻撃までのカウントダウンみたいだね。攻撃信号が分かりにくいのですが、基本的には中心から外に円が広がっていきます。しかし攻撃前は外から中心に向かって円が縮まります。この時が攻撃するタイミングってことですね。ラプチャーについて本来の説明順番を無視して先に紹介しますね。めちゃくちゃ分かりにくいですが、このモーションは特殊スキル発動前のモーションとのことです。どうやら発動すると何かしらのデバフをまかれる模様なので、このモーションを見たら優先してやっつけようってことですね。いや、私が下手なだけかもしれないけど、見極めるのにめっちゃ集中力いるよね。女の子のケツを見る暇がないじゃん。理屈は分かったけど、コウもいっぱい出てきた。そんなの考えてられません。あれ、今連打したら何か飛ばしちゃった。リロードについての説明を飛ばしてしまったようですね。このゲームはシューティングゲームなので、弾薬数の考えは大事です。弾薬が少なくなったらリロードして装填してくださいねってことですね。ボスっぽい答えが出てきたけど、ターゲットというのか、まだ雑魚敵が残っているんだけどな。大丈夫です。ターゲットを撃破すればそこで戦闘は終了です。雑魚の相当に苦戦してもターゲットを倒せば一発逆転ですよ。こうやってゆっくり確認したらなんとか理解できたよ。これでリリースしても混乱せずに遊べそうだ。いや、まだまだチュートリアルの内容は続きますからね。ちなみにこのゲーム、各ステージは一つの作戦地域となっています、はい、フィールドに敵が配置されていますが、これが各ステージになります。さあ、かわいい SD キャラを動かして2ステージ目に移行してください。探索要素もあるっちゃあるけど、臨場感が出て面白い工夫だよね。実際に SD キャラが目的地に向かっていくわけだから、作戦に参加してる感じが味わえるよ。戦闘を始めます。ちなみに私たちがいくら見てだからといっても無敵なわけじゃありません。
なので基本的にはリアルの遊撃戦と同じ遮蔽物で身を隠しながら戦います。まあ遮蔽物も破壊されてしまいますが、そうなったらダイレクトアタックを耐えなければなりませんか。抜けなんで少しくらい攻撃を受けても問題ありませんから安心してください。マリアさん、明らかに当たっているのに避難申告しないなんて、ゾンビ行為は嫌われるよ。サバゲーやったことない人が関係ない話をしないでください。ここでバーストスキルの説明が来ましたね。これについては前回詳しく紹介したのでそちらを参照くださいね。大丈夫、さすがにここはゲームの基本だしよく使うからね。チュートリアルを見逃しても慣れればなんとかなる内容だと思う。ちなみに一連の流れをゲーム内の映像で見てみようか。指揮官を守らなきゃ、絶対に。火力集中。よし。リロード。うんざりする連中だわ。チームの人数的に説明が前後したけど、今度は仲間が編成に加わったチーム戦の内容だよ。仲間が増えるのは嬉しいけど、人数が増えるほど忙しくなって余裕がなくなるんだよね。まず店の切り替えはキャラをタップすることで簡単に切り替わります。そして武器タイプが違えば役割も違います。今回出てきたロケットランチャーは弾数は少ないですが、強力なチャージ攻撃で敵をまとめて撃破することも可能です。武器のタイプがあることやキャラの入れ替えができることは分かったけど、そろそろ頭がパンクしてきたぞ。武器ごとの役割はまだきちんと理解しないとな。同様にチュートリアルで説明のあった武器の特徴を記載しますね。射程距離や銃の特徴がしっかり反映された設定だと思います。リロード。武器ごとによって射程も違うのでご注意ください。またキャラの属性によってボーナスダメージが入る有利条件も忘れなく。ステージの射程条件や有利条件で編成を変えると効率的ってことだよね。クローズドベータテストの時は情報に溺れて私は深く考えずご了承したところでもあります。まあ序盤ではキャラも幅広く入手できないし育成も追いつかないと思うので、最初はご利用しで大丈夫かと。ただ育成については面白い便利機能があるのですが、それはまたの機会にしますね。ちなみにステージ情報は事前にちゃんと記載されるからね。もちろん私は気づかずにご利用していたけど。威張って言わないでください。ただのおっちょこちょいじゃないですか。英語表記だから見落としがちなんだよね。普段中国語表記のゲームをプレイしているやつが余裕は。びっくりした、いきなりモンハンみたいになったな。冗談を言っている場合ではありません。一定以上のボスキャラにはどうも弱点があるみたいですね。そこに集中攻撃を入れて破壊すると攻撃できず大ダメージとのことです。今こそ指揮官の腕の見せ所ですよ。今回の場合、特定部位の武器ってのがこの対物ライフル LR なんだけど、実際プレイしてると小さくて分かりにくいんだよね。白文字だし読みにくいので正式版では分かりやすくなっていてほしいところです。うぶ主の目が悪いだけという説もあります。わあ、ミサイル撃ってきたぞ。落ち着いてください。着弾する前に全部撃ち落とせばいいだけですよ。ダマグジーゾ、何やってんの。ここは戦艦ではありません。
なみにこの場面、本来は射程の速い武器を選ぶのが正解だろうけど、なぜかロケットランチャーで迎撃する私。ファンネルがあれば。ここのウブ主、射撃センスがなさそうね。このまま指揮官を任せていいのだろうか。行っちゃう？リロード。状況終了。次の作戦区域に移動します。ここまでがチュートリアル内容、そしてここからガチャが引けます。ガチャまでの道のりまでに覚えることがいっぱいあったよね。ウブ主がパニックになりながらプレイしていた姿が目に浮かびます。いやー、予備知識なしに一気に詰め込まれるからなかなかパニックるよ。でも今回である程度の仕様は分かった。リリース版ではスムーズに攻略できそうだ。一手基本的なチュートリアルが終わっただけですからね。まあでも初見だと確かに理解が追いつかないところもあると思うので、この動画を見ていただいている方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。オートモードも解放されるので、女の子のお尻を堪能したい人はオートモード推奨です。ということで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。ユニがいじめてあげようか。ユニ上手だよ。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。